入団試験に合格し、晴れて銀河団の一員となったカナタは、相棒モクロウの他にも次々とポケモンの捕獲に成功した。今日はクラフトという技術を学ぶらしい。頑張れカナタ。さあ、じゃあポケモンレジェンズアルセウス続きをやっていきましょう。前回ね、この銀河団に晴れて入ることができました。そして今日はなんかクラフトをするとか言ってたね、まあ、とにかく進めていきましょう。村でクラフトをするならクラフト屋さんのクラフト台です。お、ここか。動物の森もそんな場所あったよね。なんかこの台の上で作りましょうみたいな。今回は私が材料をあげますね。いわゆる合格祝いです。隊長からいただいたお金は服とか買うのに使うといいですよ。ありがとう翔ちゃん、優しい。クラフト台で作る道具、モンスターボールを選んでください。はい、クラフトで道具を作れると。レシピと材料が必要なんだって。モンスターボールを作るにはボングリの実と玉石を使うと。なんかいっぱい作れそう。おお、できました。お、やった、喜んでくれた。おお、いつの間にラベン博士。初めてのクラフトですのに見事なモンスターボールですね。前にも説明しましたが、ポケモンには小さくなるという不思議な能力が備わっています。ああ、それなんかぼんやり言ってたけど、その能力を生かしてポケモンを捕まえるのがモンスターボールなのです。モンスターボールがポケモンをちっちゃくしてるんじゃなくて、ポケモンがちっちゃくなってるの。そして捕まえたポケモンを記録するのがポケモン図鑑です。さあどうぞ。はい、やった、ポケモン図鑑を手に入れた。ありがとうラベン博士。やったぜ。おー、なんか閉じてある、かっこいい。はいはいはい、研究レベル0。うん、なんかさ、今回って捕まえたら全部の情報が登録されるわけじゃないみたいな雰囲気っていうのはね、なんか事前情報で知ってるんですけど、まあまあ、完成目指して頑張りましょう。君のために用意したものです。全てのポケモンと出会えという使命を果たすのに役立ててください。わかりました、ありがとうございます。図鑑を完成させるためには図鑑タスクをこなさないと。私も調査隊としてポケモン調査に励みます。カナタ君、それでは図鑑タスクの説明をするのです。そう、それをお願いします。今までのポケモンとは結構違う感じだと思うんですよね。図鑑タスクをで調査開始、教えてもらいましょう。さてカナタ君、ポケモン図鑑を完成させるには図鑑タスクをこなす必要があります。ポケモン図鑑を見ればタスクを確認できますよ。はい、図鑑タスクとはポケモン図鑑を完成させるためにやるべきことです。ポケモンの種類ごとに内容や数が違うので、まずはどんなタスクがあるのか下ボタンで図鑑を開いて確認しましょう。ポケモンごとにいろんな、やるべきことが違うんだね。へえ、ポケモン見つけながら図鑑開くと何をすべきかみたいなのもチェックできるんだ。ポケモンを捕まえたり、ポケモンと戦ったり、図鑑タスクをこなすことで研究ポイントを貯めるのです。うん、カナタ、大事なことを教えます。野生のポケモンに襲われたら回避してください。そうだよ、それそれ。私の動きをよく見て真似できるようにしてください。ん、えい、おお、すごい、モンスターハンターみたいに避けたぞ。得意げだ。今の流れるように美しく華麗な動きが回避です。すごい、自分で言うんだ。でも流れるように美しかった。素早く回避すればポケモンの技も避けられます。ポケモンの技は強烈です。何度も攻撃されると気絶しますから。そうなんだ。私コリンクの電気ショックを浴びて気絶して。そうだね、言ってたね。警備隊の方に助けてもらいました。おそらくデンスケさんね。大丈夫です、私が先輩としていろいろ教えますから。ありがとう翔ちゃん。うん、とりあえずあれですかね、図鑑タスクを、進行させるみたいな感じだね。こうやってポケモンのところを見ると、あ、捕まえた数とかさ、倒した数とかいろんなのが必要ってことだね。はあ、地面タイプの技で倒した数とか大変そう。こういうのをポケモンごとにやってたくさん集めていく必要があるっていうことなんだと思います、このゲームは。口伝です。 ZL でポケモンに注目したまま下ボタンで図鑑を開くとタスクをすぐに確認できます。そうね、それ言ってたから見てみようか。
捕まえた数というのがビッパのタスクにある。1匹捕まえて終わりではなく2匹4匹とどんどん捕まえてください。マジ？そんなに乱獲して大丈夫？ポケモンの生態系崩れない？ポケモンと戦うのでしたら島星隊長 X 切り替えの教え、ポケモンの入ったボールと道具どっちを投げるのか切り替えましょう。早速試してみてください。私は先で待っていますから。あ、オッケーオッケー、それはもうねマスターしましたよ。じゃあまずこのビッパーに注目して図鑑タスクを開くと、あ、これがすぐ出るってことか。これ大丈夫？今見てる間は相手動き止まるのか。あ、オッケーオッケー、じゃあ落ち着いて見れるね。何を目指したらいいの？倒した数とか確認した姿。あ、もしかしてこの姿だけじゃない、この翡翠の姿もあんのかな、ビッパーとか。とにかく何をしたらいいんだ。倒したらいいかな、倒したらいいかな。ちょっと倒してみるよ。おお、シームレスに戦闘に入る。技風起こし、いけ、マクロ。あ、全然入んない。あ、転がる。うわ、やば、効果は抜群なの。野生のビッパーは転がるに熱中している。熱中って何？転がるが今熱いみたいな。あ、ラッキー、ここは倒させていただきましょう。で、これで倒した数が1になると思うんだよね。そういうことじゃない？もしかしてやるべきことどう？ほらビッパで倒した数が、あれ、ちょ、操作がむずいんだけど、ビッパ倒した数1になったけど、ん？これでいいの？ちょっとわかんないんですけど、ちょっとしょうちゃんもっと捕まえた方がいいのかな。えい、もう捕まえまくってみよう。えい、ふい、ろくに確認もせず捕まえていってみよう。お、なんか捕まったぞ。お、捕まえた数3分の3になった。褒められる？どう？もう一度調査隊口伝です。 ZL でポケモンに注目したまま下ボタンで図鑑を開くとタスクをすぐに確認できますね。ムックルの図鑑タスクを見てください。はい、見つからずに捕獲というのがあります。なるほど、隠れて捕まえましょうって感じね。前回さ、隠れながら捕まえたとも思うんだけど、どうなの？ちょっとこれで見てみよう。ムックル、あ、なってないね。じゃあいくつかタスクをこなしてくださいって言われたから、あ、なってるね、1だね、1なってるね。じゃあやってないやつやる？倒した数とか、それでいいのかな。まあいくつかやってくださいって言ってるからそれでいいんだと思うんだけど、2匹いるから1匹は見つからずに倒してみ、え、捕まえてみる。へい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 、見つかってないっしょ。で、君はバトルなのよ。あれ、君は、あ、逃げられたってこと？大丈夫？不意をついたになった。あ、バトルの場合も見つからないで戦闘を始めるといいことがあるかもしれない。お、結構入るね。お、不意をつかれて動けない。様子を伺っている。これあれかな、三角は今一つみたいなマークなのかな。よし、いいぞいいぞ、モクロちゃん、オッケー。おお、みんなレベルが上がった。そしてこういう木の実とかもね取れるんでしたよね。いいね、オッケー。こんな感じで進めていくか。しょうちゃんのとこに行きたいね。あ、いた。さあどうでしょう、いろいろやってきましたが、この辺りで言うですとブイゼルというポケモンがいます。本当だ、ブイゼルがいました。ポリンクのように気性が荒くて技を出してくるから要注意です。捕まえるなら戦いを仕掛けてください。あ、気づかれた、かわいい。あなたがダメージを受けるとピンチ状態になり画面が赤くなります。はあ、ダメージは時間が経つと回復しますが野生ポケモンに敵視されていると回復しません。なるほど、赤いピンチ状態の時にさらにダメージを受けてしまうと力尽きて目の前が真っ暗になりますということ。ブイゼルの図鑑タスクには特定の技を見るというものがあります。これは戦いでの技を見ることということですし、戦うことでこなせるタスクでもありますよ。いろいろあるんだね。わかった、じゃあブイゼルのタスクを
ちょっとこなしていきましょうということなので、まず戦いを挑む。でブイゼルに注目して、あ、戦闘中にはタスク見れないのか。じゃあどうしよう、とりあえず戦ってみるか。さあ木の葉でズドンと入りますか。ズバーン、効果抜群だ。倒してしまったけど大丈夫。なんかなんだ、薬草っていうのが手に入ったけど、あれあれ、やばい、ブイゼルやっつけてしまったことによって、あれ大丈夫かな、やべ怒られるかな。ちょっと一旦翔ちゃんとこに戻ってみるけど、翔ちゃんごめん、ぶっ倒しちゃったんだけど大丈夫。あなたは本当に一生懸命ですね。そんなあなたにクラフトキットを進呈します。おお、よかったらしい。クラフトキットを手に入れた。お、クラフト台がない場所でもクラフトを可能にする道具が揃ったセット。ただし使えるのはポーチの中の材料だけ。何？あれじゃん、動物の森じゃん。傷薬のレシピをどうぞ。わーい、傷薬はきっと薬草プラス、オレンの実ですか。なるほど。クラフトキットならポーチの中の材料を使ってどこでもクラフトできるのです。つまりボングリの実と玉石があればいつでもモンスターボールが作れますよ。オレンの実と薬草で傷薬、わかりました。やってみる？じゃあ一応やってみる。図鑑タスクは順調でしょうか。表紙で未報告タスクを確認できますよ。ん？未報告タスク23。ん？あ、今ゼロ星団員なのをいろんなこのタスクを報告していって、その団員ランクを上げましょうみたいなことなのかな。うん、そうと見た。未報告タスク23。それをラベン博士に報告するのね。わかりました。大体の流れはわかりました。じゃあ、博士に報告しようか。はい、博士に報告します。さあ、僕こんなに頑張ったよ。おお、クラフトキットですね。翔くんの話をすべて聞きましたか。お疲れ様でした。では、調査報告について説明です。報告することで報酬を得られますよ。調査報告をすると、捕まえたポケモンのレベルと数に応じてお金がもらえます。ちょっとポケモンをお金に変換しないでください。初めて捕まえたなどの条件を満たすとより多くのお金をもらうことができます。お金を一番の目的としないでください。この旅のかなたくんがこなした図鑑タスクを確認させてください。はい、お願いします。さあ、このポケモンたちはいくらになるってんだ。ん？1637円になるのか。なんかすごく嫌な気分だ。僕の大好きなポケモンをこの博士は1637円でこの頑張りを買い取ってきた。この人は一歩も動かずここにいるだけで。ふむふむ、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。おお、ん？図鑑タスクを達成して調査報告をするとポケモンごとの研究レベルが上がります。レベル10でページが完成してポケモンの詳細情報が明らかになります。それぞれのポケモンごとにレベル10まで上げなきゃいけないっていうことなんですね。さらにタスク達成やページ完成で表紙のポケモン研究ポイントが貯まります。あ、さっき言ってた星が上がるやつだよね。このポイントが目標に到達すると団員ランクをアップしてもらうことができます。そのさ、ポイントも入りましたか今回。え、目標に関しては研究レベル8だってすごくない？あ、みんな結構高め。お、コリンクに関しては完成してるぞ。なんで？ぼちぼち見たから。へえ、まだ全然先はありそうに見えるけどね。でもいいんだ、いいんだって。で、このこれこれこれ、おすごいすごい。お、もうちょいでゼロ星団員から一星か一つ星団員になれるぞ。で、ページが完成したポケモン1がプラス100ポイントってことなんで、それがやっぱ大事っぽいね。すべてのポケモンのランクを10にしたいね。とりあえず団員ランクを上げるにはもう少し図鑑タスクをこなす必要があるようですね。ビッパやムックルで集めましょうということなんで、ちょっとやってきますね。パパパッとやってきます。よし、ちょっといろいろやってきたんで報告しましょう。お、ポケモンを6匹捕まえたのですね。はい、そう、ビッパとか
ケムッソとかムックルとかを捕まえたりしてきました。で、これが、うわ、またお金に換算された。で、まあまあまあ、それはもう仕方ないとして、これで、ポイントがさ、入るはずなんですよ。お、モクロちゃんの図鑑も完成しましたね。この葉、あ、自分で使った数も、そうか、見た数に含まれるってことだね。なるほど。よし、これで、ポイントがいっぱい入って、ゼロ星ダインが、どう？一つ星になるんじゃない？かなたくん、図鑑タスクをこなしましたね。これで団員ランクが上がります。さあ、ことぶき村に戻り、島星隊長に報告するのです。団員ランクを上げてもらいましょう。わかりました。あなたの権限ではできないということもわかりました。よし、島星さんのとこに行きましょう。ただいま。島星隊長、こんにちは。確認する。図鑑を見せたまえ。さあ、たくさんいろいろポケモンを調査してきましたよ。調査隊としての使命を果たしましたよ。どうですか、島星さん。承認する。ランクアップの手続きだ。おお、やった。君の銀河団員としてのランクは一つ星に上がった。おお、やった、やったぜ。いろいろ頑張ってお使いをしてきたらランクアップを してくれました。こういうシステムで進めているのか。カラタは新しくヘビーボールが使えるようになった。レベル20までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。うん、なんかネットワークビジネスって感じですね。これからも、これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。ヘビーボールのレシピ。そうか、これでどんどんランクが上がっていくと、いろいろと取り扱える商品が増えていくって感じですね。まさにネットワークビジネス。空から落ちてきた異端者がまだ生きているのは、君の才覚と努力の結果である。いいか、多くの人は分かりやすいものを好む。団員ランクを上げれば、空から落ちてきた怪しい人間も受け入れてもらえるだろう。なるほどな、悲しきかなですけど、まあこう、なんか地位とかがある人のね、言葉の方が信用されていくよね。どこの世の中でもってことなんでしょうね。団員ランクを上げると、ボールとか報酬とかが増えるらしいです。まあじゃあとりあえずは、言われたことをこなして頑張っていくしかないな。この世界で生きていくには。食事は芋づる亭で、今日は食事、いや、もう 何も読めなかった。今日は芋づる亭で食事をとり休息するがいいでした。何一つ読めなかった。かなたくん。ナインランクが上がったお祝いです。ちょっと待って。お祝いにしては、これ芋餅じゃないか、ただの。ほら、芋餅でしょ。いや、いいよ。芋餅美味しいし、嬉しいけどさ、なんか、お祝いだったらもうちょっとさ、なんかさ、その、何？なんかもっとさ、なんか、焼肉定食とかさ、なんか、そういうのをご馳走してくれてもいいんじゃない？芋餅をおかずに、だって、あなたたち、お茶碗と、その、何？お茶と、ご飯を食べるんですか？芋餅で。まあまあまあ、あ、すぐるさんの依頼は引き受けましたか？誰だっけ？ことぶき村の皆さん、ポケモンには詳しくないので、何かあると調査隊に相談というか、依頼が舞い込むのです。皆さんのお話を聞いたり、僕の研究室にある黒板に貼られた依頼メモを見ることで受け負えますよ。あなた研究室あるんすか？知らなかった。行ったことないな。行ってみよう。ちなみに翔くんが頼まれた依頼はどのような内容ですか？その件ですが、彼方にお願いしようかと。お、どうした？ポケモンを戦わせる才能が必要だと言われましたから。え、翔ちゃんもさ、絶対頑張ればできるって。依頼主は確か混合団のヨネさんですね。なんかヨネさんってさ、前なんか騒いでなかった？違うっけ。混合団の方々は僕たち銀河団よりも前から翡翠地方で暮らしています。別の勢力か。うまく交流できればポケモンのこともいろいろ教えてもらえそうですが、とにかく話は明日聞くとして、今夜はゆっくり休むのです。わかりました。あ、にこってされた。まあ、とりあえず芋餅ごちそうさまでした。ありがとう。あの、よろしいでしょうか。頼みたいことがあるのです。いいよ。お、いいよ。うん。ありがとうございます。では、訓練場でお待ちしますね。ポケモンをたくさん捕まえていたら、放牧場で入れ替えるのもいいですよ。そうだね、ちょっと手持ちの整理したいですね。うん。わかりました。じゃあ一旦、整理してから行こうかな。お、こっちかな？放牧場？おそらく、おはぎさん。放牧場では捕まえたポケモンを預けたり、手持ちのポケモンを変更したりできます。さて、ポケモンを預けていくかい？お、預けよう。ビッパだらけのパーティーなので、
といってもポケモンの種類がまだあんまりいないか。まあ、じゃあケムッソちゃんを一番レベルの高い子を連れていこうね。こんな感じにしましょうか。 OK。 お、名前を変える、あるじゃないですか。あ、名前つけられるんだ。これはじゃあちょっと名前つけようぜ。もくろうちゃんちょっとつけます。名前を全員パッとつけます。よし、できました。この子は鳥だからピースケ。で、この子はピピピピピって感じで木の実とかをかじるからピピピ。で、この子は鳥だからピーちゃん。この子は電気タイプだからピカマル。この子は虫だからピピ虫です。よし、この子たちとしばらく冒険をしていきます。さあ、しょうちゃんの元にやってまいりました。ありがとうございます。ん？お？もしバトルですか？私決めました。何を？私も相棒がいるのです。ちょっと問題ありの子ですが、図鑑完成のため頑張らないと。ポケモン？はい、私相棒ピカチュウです。マジピカチュウ相棒なんだ。いいな。おお、かわいい。ビガー。あ、大谷育英さんの声じゃなかった。コリンクに襲われ、あまりの恐怖で思考停止に陥ってしまい、相棒と一緒に戦うこともできず、それ以来言うことを聞いてくれなくて。え、そうなの？それにどう命令して戦ってもらうのかも分かりませんし。ん？懐いてるように見えるけどね。顔めっちゃ可愛いよ、表情。でもあなたと相棒の活躍を見て私たちも頑張らないと。だから勝負をしてください。戦い方を学びたいのです。いいよ、もういいですよ。おお、調査隊のショーが勝負を仕掛けてきた。お、トレーナー戦ですね。ショーはピカチュウを繰り出した。なんかピカチュウが出てきてさ、あのピカチュウって言わないのちょっと逆に違和感ですよね。え、レベル9って高いんじゃない？あ、やべやべやべ。あ、そっか。 あ、やべ、ま、麻痺した。え、抜群かなって思ったけど、コノハ。あ、ちょっとなんかピカチュウが駆け寄ってきた。やばい、コノハ。あ、お、えらい、半分以上削った。あ、これは耐えてくれ、耐えてくれて、で、これで麻痺がならなかったら大丈夫。オッケー、倒しました。危ねえ。 VS ピカチュウ、なんとか辛くも勝利したという感じですね。決着。いや、でもしょうちゃん強いじゃん、レベル高かったよ。あなたとポケモン心が通い合ってるみたいですね。ありがとう。おお、僕とピースケが、あ、ピースケが新しい技を覚えた。あとピーちゃんとみんなが覚えた。気のせいかもしれませんが、一瞬ピカチュウと通じ合ったような。よかったじゃん。よろしくお願いしますね、ピカチュウ。あ、ちょっとそっぽ向いた。ちょっと反抗期なのかな。気のせいでしたか。でも私もあなたのように相棒と助け合って調査します。いや、大丈夫だと思うよ。うん、もっとも仲良くできればですが。大丈夫大丈夫、できるって。そうです、博士が教えてくれたのですが、ポケモンにはタイプというのがあり、勝負の有利不利に関わるらしいです。私のピカチュウは電気タイプのポケモンらしいです。うん。うわー、むずい。ぐー、抜群と今一つですね、これ。丸と三角と。うん、わかりました。その辺もね、考えながら戦っていきましょう。あんただね、噂の新人は誰だ。お、誰だ。私はペリーラ、警備隊の隊長だよ。頼もしい。おお、あんたの戦いなかなかに筋がいい。ちょいとしたくなってね。いえ、ペリーラさんは古武道の師範なんです。ポケモンを戦わせる流派の。なるほど。ポケモンは使う技を決めると技の質を変えることができるんだ。何ですか？一つは力技。技を繰り出すのは遅くなるが、その分威力は増す。一撃必殺って感じね。もう一つは早技。こちら威力は下がるが、早く行動できるようになる。ほう。場合によっては相手が行動する前に2回攻撃できるかもな。それらを、こう、要所要所で切り替えて、使い分けて戦術的に戦っていこうっていうことですね。わかりました。左右ボタンとかで、変えられる技もあるんだね。はい、わかりました。徐々に試していきたいと思います、ペリーラさん。あと、ポケモンに強い技を伝授したいなら私に声をかけてくれ。マジ？ペリーラさんのおかげで手強いポケモンとも戦えますね。では、ヨネさんに会いに行きましょう。覚えていますか、昨夜の話。ヨネさんの依頼を受けてほしいのです。ショウちゃん受けたらいいのにね。もう相棒できたし。
ヨネさんとの待ち合わせ場所は大志坂の先です。あ、フィールドの先ですね。連れて行くポケモンを確認して技を覚えさせたりしたら、あなたも来てくださいね。オッケー、わかったぜ。うん、わかりました。さあ、今日は結構やりましたね。図鑑をたくさん埋めたり、一つ星になったり、あとポケモンたちに名前をつけたり、まあいろいろできました。なので今日はね、この辺までにしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。続きも言ってくれたら嬉しいです。バイバイ。